楽しく行動し成果を出し続ける人は動物脳の使い方がうまい。ワイルドコーチングの佐藤です今日は完璧主義で成果が出ない人の共通点これについてお話をしたいと思います。完璧主義でも行動ができない行き詰まってしまう辛い苦しいそういう人結構多いんですよね。基本的には根が真面目なんですよねこういう方って。 であ、あれもやらなきゃあれが足りないこれも足りないそんなことをやっているとどんどん時間だけが過ぎてしまう成果は一向に出ないかといってエネルギーはどんどん浪費されていくそんな状態の人もしよかったらこの動画最後までご覧いただきたいと思います 佐藤が独立起業するときにある起業スクール入ったですねその時の同期の方のお話をしたいと思いますこの方は60歳ちょうど定年を迎えて退職金を使って新たに自分が長年やりたかったビジネスを立ち上げようということを考えていましたでその方は 今までとは全く違う業種それを、まあ、新たな職業にしようとしてたんですね、まあ、具体的に言うと訪問介護っていうのをやろうとしてたんですねで介護に関してはものすごく興味があったんですが全くの初心者いろいろなことを勉強してそしてスクールにも通っていたそんな感じなんですねでその方約3ヶ月同じスクールで通ってたんですけども だん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 様子がおかしくなっていったんですね。どういうことかっていうと、最初は割と自分がやりたいことを明確に持ってたんですけども、その介護に関していろんなことを勉強するに従って、どんどんあれも必要だ、これも必要だ、事務所借りなきゃ、人も雇わなきゃってことで広がっていってしまったんですよね。そして、行き詰まってしまったわけですね。 である時ちょっと見るに見かねてお話を聞いてみたんですよ。そもそも何をあなたはゴールにしているんですかってそういう話をしたんですね。でこちらがですねもともとやりたいことこの未来側のことここから起点に話を始めないとこれもうキリがないんですよね。で完璧主義な人っていうのはよく陥ってしまうのはこっち側ですね。 過去から現在を作っていこうとすするんですよ。つまり自分が持っているリソース、まあ、材料みたいなもんなんですよね材料をあれも足りないこれも足りないみたいな感じで考えていってしまうわけですシンプルにうまくいく人っていうのは自分がやりたいことのこの設計図を明確にしてでその必要なもの 場合によっては、この自分がリソースとして持っている場合もあるしありますし、なければ付け加えればいいんですね。この例でいうと三角と四角と丸ですね。三角と四角と丸。この四角のやつはないので、これだけ後から得ればいいわけですよ。例えばこれが四角だったり、人材だったり、費用だったり、いろいな人脈だったりするわけですよね。そうすれば、あと組み合わせればクリアなんですね。でも、 完璧主義な人っていうのは、ここが、ぼんやり。で、こっちの方に目がいっちゃうんですね。で、あ、あれも必要なんじゃないか、これも必要なんじゃないか、っていうことで、コレクターになっちゃうんですね。材料コレクター、つまりリソース。これを集めまくっちゃうわけです。で特に介護って、一言で言って、めちゃくちゃ範囲広いんですよね。で、自分が言ったのは、 もう介護の、訪問介護の全てをやるんじゃなくて、もっとスモール、小さいことから、本当にあなたのやりたいことから、もう固定費など予算をできるだけかけないで、もう突き詰めてやって、そして周りをなってから、徐々に徐々に事業を拡大していったらいいんじゃないですかって話をしたんですね。そしたらこの方、ハッとしてですね、まずすぐに電話をかけて、事務所を、 まず解約したんですよ。それだけで30万円ぐらいなんですよねで徐々に棚卸りをしていったら本当に必要なものっていうのが明らかになったわけですね実際に必要なのはもうこれとこれだとそしてこれが足りないんだこうなったら今までのこういったものも別に必要ないわけですよねでそんなのに時間や労力お金かけてる必要ないんですよスモールで始めればいいんですよ ままとめます。完璧主義な人っていうのは過去側から現在を作ろうとすす。るんですなので過去の経験からあれも必要だこれも必要だあの人の意見を聞くとこれも必要みたいだあった方がいいみたいなことで切りがないこうではなくて本当に必要な未来側からもう最小限のものこれで始めていくで必要なもの本当に足りないものだけを付け加えていくっていうことが必要になっていくわけなんですね。 完璧主義ででなななかなか成果が出いい人、非常に多いですよねで。こういう方はまずゴールこちらを明確にしていく目的をしっかりとクリアにしていくこういうことをされたらいいのではないかなというふうに思います今日の動画は以上です